あ、積んだもんいいところにいたわ。どうしたのだ？さっき友達に電気自動車ってどんな車なの？って聞かれてうまく答えられなくて困ってしまったのよ。なるほど、それで僕を探していたのか。ん？ちょっと待つのだ。メタンはこの前電気自動車を買うって言ってなかったか？確かに言ったわよ。 K の電気自動車に試乗してなんとなくいいなと思ったから乗り換えを決めたの。でも私は見た目とサイズしか興味ないし、人に説明できるほど詳しくないわ。そうなのか。じゃあ僕が初心者にも分かるように電気自動車の概要とそれを取り巻く周辺環境について浅く広く解説するのだ。ふふ、助かるわ。今回の目次はこんな感じ。チャプターを設定しているから気になるところから見るといいのだ。まずは電気自動車の基本を解説するのだ。あ、電気自動車って言うと長いからこれからは EV と言い換えるのだ。エレクトリックビークルの略で EV ね。私もそうするわ。 EV の最大の特徴は大容量のバッテリーを搭載しているという点。そのバッテリーに蓄えられた電気でモーターを動かして走行する車のことなのだ。従来の車のようにエンジンを搭載してないから、一部の車を除いて自家発電する能力はなく、基本的に外部から電気を充電することで運用するのだ。 EV の充電は時々外で見かける。このマークが目印の充電器を使うのよね。外出時はそのような急速充電器を使うこともあるのだが、常用する人は少ないのだ。自宅にこのような普通充電器を設置してゆっくり充電する運用方法が一般的なのだ。就寝中など車を使ってない時に充電すればわざわざ離れた場所に行く必要がないのね。そう、それが EV のいいところなのだ。電気となると感電が怖いけど、雨の日は充電を控えた方がいいのかしら？防水処理されているから雨の日でも感電や漏電の心配はないのだ。でも油断は禁物。万が一充電機器に破損があればやはり危険だし、落雷や凍結が予想される時には充電を控えた方がいいのだ。続いて走行距離について。 EV が満充電で走れる距離は車種やグレードによって変わるけど、セダンや SUV のような5人乗り車両の場合、400から600km 程度走れる車が多いのだ。前にその話を聞いた時はちょっと距離が短いなぁと思ったけど、 400km も走ることができれば案外いろいろなところへ行けるのよね。長く走っていれば途中で休憩を挟むだろうから、その間に継ぎ足し充電をすることができればさらに長い距離を走ることもできるのだ。ちょっと余談だけど、モーターを使った車って前からなかった？それはきっとハイブリッド車のことなのだ。あ、それのことだわ。略称は HEV っていうのね。走行用バッテリーとモーターを備えている点は EV と似ているが、ハイブリッド車は外からバッテリーに充電することができず、代わりにエンジンを使って断続的に自家発電することで走行しているのだ。モーターとエンジンの両方を乗せているからハイブリッド車と呼ばれているのね。ちなみにハイブリッド車と EV の中間的存在としてプラグインハイブリッド車も存在するのだ。うん、ややこしいわね。プラグインハイブリッド車はバッテリーに充電可能。那点は EV と同じだがエンジンも搭載していて、バッテリー容量は中程度だから電気のみで走行できる距離は 100km 以下であることが多いのだ。それでも日常の買い物程度ならバッテリーの電気だけで事足りそうね。エンジンを使えば 1000km 以上走ることができるから長距離移動も心配ないのだ。このように他と違う特徴を持つ PHEV だが、なぜか EV と同じくくりにされることが多いのだ。だから区別をするために EV のことを BEV、バッテリー EV と表記することもあるのだ。もう、ややこしいからどっちも EV でいいわ。メタンのような人が EV と PHEV を同じくくりにしたのかもしれないな。このチャンネルでは BEV のことを EV、プラグインハイブリッドカーはそのまま PHEV と表記するのだ。私が初めて EV に乗った時になんとなく快適に感じた理由って、エンジンがないことで車内が静かなせいかしら？それも理由の一つだと思うのだが、 EV には他にもメリットがあるのだ。まず一つはモーターによる機敏で力強い走り。アクセルペダルを踏んでから実際にタイヤの回転が増えるまでの遅延が少ないから、ドライバーの意図通りに車を動かしやすいのだ。うん、具体的にどういう時に役立つの？上り坂をスイスイ登ることができたり、本線に合流するときに速度制御がしやすいのだ。そういえば試乗のときに坂道を登ったけど、軽自動車とは思えないほどスイスイ走れたわ。続いて EV が快適な理由の2つ目。 EV はたくさんのバッテリーを車の床下に配置しているため重心が低く、その上バッテリーを衝撃から保護するために周辺が補強され強固な作りになっているのだ。車が強固で重心が低いと何が起こるの？
車のバランスが良くなって様々なメリットを享受できるのだ。例えばカーブや急ハンドルの時に安定感が増したり、走行中の振動とノイズの削減効果が期待できるのだ。私が抱いたなんとなく快適という感想はそのような EV の特徴から生まれたのね。特に軽自動車はパワーがない割に車高が高めな車が多いし、風に煽られやすくカーブも不安定だから EV 化がもたらす恩恵は多いのだ。EV は維持費が安いってよく言われるけど、それは本当なの？本当なのだ。その要因はいくつかあって、ガソリン車と EV が同じ距離を走るのに必要な燃料代、つまり EV の場合電気代が安いこと、そして整備費用が安いことが挙げられるのだ。本当に EV の方が安いの？最近電気代が高くなってるし。例として最も身近な EV の一つ、日産サクラの電気代とそのベースとなった日産デイズの走行距離あたりの費用を比べてみるのだ。結果はこの通り。横軸が走行距離で縦軸が金額ね。燃費と電費はネット上の口コミを参考に実際の数値に近い値を拾ってきたのだ。ガソリン代は全国の平均価格を設定、電気代は一般的な電気料金単価を想定しているのだ。サクラはバッテリー保証の最大距離16万 km 時点でガソリンで走るデイズに比べおよそ85万円も節約できているのだ。維持費は半分以下で、走れば走るほど差が開いていくのね。自宅に太陽光発電システムがあるお家であれば晴れの日に無料充電が可能だし、特定の時間帯に料金が下がる電気料金プランや毎月定額の充電プランも存在するから、維持費をもっと抑えることが可能なのだ。ライフスタイルに応じて自分に合った選択をすればいいのね。そういうこと。この維持費の差は燃費が悪い車との比較でさらに広がるから、車に加速力を求める人はハイパフォーマンスな EV に乗り換えることで強力な走行性能を手に入れつつも維持費の大幅な節約が期待できるのだ。ところで整備費用が安い理由って？ EV ではエンジン特有の故障が起こりえないし、当然エンジンオイル等の交換が不要なのだ。それも少しずつ維持費の差に響いていくわけね。最後に、EV は免税や減税になる税金があるのだ。確か自動車重量税や自動車税が対象よね。そうなのだ。こちらの解説ページが分かりやすかったから気になる人はチェックしてみるのだ。次に紹介する EV の特徴は環境負荷が低いということ。知っての通り EV は排気ガスを出さないから環境に優しい車として注目されているのだ。それは有名な話ね。EV はたくさんのバッテリーを乗せていることから生産時の CO2 排出を指摘されることがあるけど、生産工程における CO2 排出ゼロを実現した工場がすでに存在しているのだ。素敵な取り組みね。もちろんこれは一部の工場に過ぎないけど、このような取り組みは2050年のカーボンニュートラル達成に向けて今後拡大していくことが予想されるのだ。 EV が廃車となり車載バッテリーとしての役割を終えた後は低地用蓄電池として再利用されたり、資源を回収したりして第二の人生を歩むケースが増えてきているのだ。乗用車向けのバッテリーとしては性能不足でも、他の乗り物や据え置き型の蓄電池であれば要件を満たすことができるのね。他にも EV ならではの特徴としてビークルトゥーホームという機能があるのだ。聞いたことない単語だわ。 V2H と呼ぶこの機能は、住宅に設置した機器と EV を専用のケーブルで接続することで EV を蓄電池のように利用できるようになるのだ。つまり EV から家に電気を供給できるのかしら？そう、災害時など長時間停電した場合にも住宅に電気を通すことができるのだ。冷暖房や冷蔵庫の食材の保存に苦労することがなくなるのね。自宅に太陽光発電システムを持っている家庭は、発電で生まれた電気を EV に貯めておくことで必要な時に取り出すことができるのだ。例えば昼間に貯めた電気を夜に使い、また翌日に貯める、と繰り返せば電気の自給自足ができるのね。クリーンエネルギーだから環境に優しいし、なおかつ電気代も削減できるわね。EV のデメリットとしてよく挙げられるのが航続距離の短さなのだ。これはさっき説明したように EV の航続距離は400から600キロメートルであることが多い。ガソリン車やハイブリッド車と比較するとどうしても悪目立ちしてしまうのだ。そうね、多くの人にとって十分な距離ではあるけれど、日常的に長距離移動する人にとってはデメリットね。そんな長距離移動に関わるデメリットがまだあって、2023年時点の日本において公共の急速充電環境がまだ十分に整っていないことも利便性を損ねる要因となっているのだ。
充電器の数が足りないのかしら。そうなのだ。高速道路上にあるサービスエリアやパーキングエリアの多くに急速充電器が設置されているものの、その台数や充電プラグの数が少ないから、先客がいた場合は順番待ちの可能性があるのだ。え、待ってる時間がもったいないわね。さらに1回の充電に30分の制限時間を設けられていることがほとんどで、バッテリー残量が少ない状態から 100% まで充電することは困難なのだ。30分ならトイレ休憩はできそうだけど、ゆっくりご飯を食べるにはちょっと短い時間ね。それにバッテリーを 100% にできないのね。急速充電という名称ではあるのだが、ガソリンの給油に比べるとその充電速度は遅く、30分の急速充電でバッテリー総容量の約50から 80% 分しか充電できないことが多い。なぜならバッテリーが高温にならないように充電スピードを下げることがあり、そもそも急速充電器側の性能が低い場合、バッテリーの性能を生かしきれないからなのだ。え、それだけでなく、車両と充電器の相性が悪いとエラーが出て充電できないこともあるから、相性の悪い急速充電器を覚えておく必要があるのだ。つまり EV を使って長距離移動をする場合は、休憩中の電気継ぎ足しを検討する必要があって、事前に充電計画を立てる必要があるけど、その通りに進行しないかもしれないと。その通りなのだ。そのため頻繁に長距離移動をする人に安易に EV をおすすめすることはできないのだ。でも私の場合は街乗りがメインだから、急速充電とはほとんど無縁ね。そう、ライフスタイル次第では気にする必要はないのだ。最後に挙げるデメリットは EV の本体価格が高いことなのだ。試しにいくつかの EV をピックアップして価格を見てみるのだ。内装や乗り心地まではわからないけど、パッと見た限りでは価格が高く見えるわね。国や地方自治体からの補助金があるとはいえ、この価格を見て尻込みする気持ちもわかるのだ。でも価格だけを見て諦めるのはもったいないわ。私は EV で得られる体験を考えたら決して高いとは思わないもの。それに維持費も安いしね。ここまでたくさんのメリットとデメリットを紹介してきたけど、それを理解した上でまだ興味のある人はぜひ一度試乗してみるといいのだ。 EV は年々洗練された製品が登場しているから、試乗をするなら新型車がおすすめ。乗ってみないとわからない魅力がきっと見つかるはずなのだ。さっき挙げた EV のデメリットについて許容できない人も中にはいると思うのだが、これらの EV のデメリットは次第に解消されていく見込みなのだ。もしそうなれば EV がさらに魅力的になるわね。ここからは EV のこれからについて語るから話半分で聞いてほしいのだ。まずはさっき取り上げた充電インフラの課題、急速充電器の不足についてだが、急速充電器の1回30分という時間制限は、十分な数の充電器が設置されるようになれば制限の緩和が期待できるのだ。そうね、せめて60分制限にしてほしいわね。急速充電器は設置台数が増えない時期が長く続いたのだが、政府は2030年までにその台数を現在の3倍以上にする目標を掲げているのだ。これを機に充電器が増えてほしいわ。普及の第一歩として関連する法令の改正が検討されているのだが、最近はそんな改正を待たずして充電器の設置報告が相次いでいるから、数年後には充電環境が快適になっているかもしれないのだ。余談だけど、急速充電器の高齢としてテスラのスーパーチャージャーを紹介するのだ。スーパーチャージャーには30分の時間制限は設定されておらず、その代わり充電終了後に車を放置してしまうと超過料金の発生というペナルティがあるのだ。え、制限がないのは嬉しいけど、うっかり充電しているのを忘れてしまったら大変ね。充電終了前後にはテスラのモバイルアプリが通知してくれるから、うっかりさんも安心なのだ。それなら安心だわ。マナー向上にもつながるからいいわね。この充電器はテスラ社専用だから、駐車後にケーブルを挿すだけで充電が開始され、充電終了後はケーブルを抜いて立ち去るだけで煩わしい操作は不要。支払いは事前に登録しておいたカードから自動で決済してくれるのだ。充電器は1箇所に必ず複数台設置されていて、アプリからいつでも空き状況を確認可能。この充電の快適さを理由にテスラ社を買う人も少なくないのだ。 EV の普及にはそのようなユーザー体験の向上が必要不可欠ね。続いて EV の充電スピードが遅い問題。これは充電器と車の双方が対応する電圧を現在主流の 400V から2倍の 800V にすることで、 200km 走行するための電気をたったの5分で充電可能になるのだ。ボルトとか私にはさっぱりわからないけど、とにかく充電時間が今の約半分になるのね。そういうことなのだ。
充電スピードも大事だけど、無充電で走れる距離も増えてほしいわ。航続距離が短い問題も年々改善していくことが予想されるのだ。バッテリー側も年々進化していて、とある文献によるとリチウムイオンバッテリーは2010年から10年後の2020年の間にそのエネルギー密度が5倍に増えているのだ。目覚ましい進歩を遂げてきたのね。この調子で増えていけば、いずれは EV もガソリン車並みに走ることができそうね。この成長がいつまで続くかわからないが、それも夢ではないのだ。もちろんバッテリーのエネルギー密度だけでなく、許容できる充電スピードを上げる試みも世界中のバッテリーメーカーや研究機関によって行われているのだ。充電時間を6分に短縮できるのね。左側の記事で取り上げられているのはまだ研究段階だけど、右側にある CATL が作ったバッテリーは2023年に量産開始されるから、それを乗せた車が販売される日は相当遠くないのだ。1000キロ走れて充電も早いなんて、 EV の弱点がなくなるわね。EV の未来についてまだ語り足りないのだが、そろそろいい時間になってきたのだ。そうね、続きはまた別の機会にしましょう。でもズンダモンのおかげで EV についての理解が深まったわ。これで私も EV のことを友達に説明できそうよ。繰り返しになるけど、 EV を取り巻く事情は複雑だから、2023年時点では範囲に人におすすめできないのだ。でも今の性能で必要十分な人はきっといるはず。特に EV の先進性、環境性能、将来性に魅力を感じる人はぜひ購入を検討してみてほしいのだ。私のように街乗りがメインの人も検討してみてね。今回の動画はここまでなのだ。最後にぜひコメント欄に思ったことを書いたり、評価ボタンを押してみんなの声を聞かせてほしいのだ。たくさんの反応を待っているわ。またね。このチャンネルでは EV 初心者や EV への理解を検討している人に向けて情報発信や解説をするのだ。よかったらチャンネル登録をしてもらえると嬉しいのだ。